いただき満腹食堂です。まず厚紙を縦12センチ横6センチの大きさに切ります。もう一つ適当な大きさに切ります。最初に切った厚紙を半分に折って毛糸を20周巻きつけます。20周巻いた毛糸を1箇所だけ切って開きます。次にコットン糸を48センチ1本、24センチ2本、12センチ2本に切ります。開いた毛糸に半分に折った48センチのコットン糸を端が少しはみ出すように置き、毛糸でくるみます。ストラップ部分を右にして毛糸の束を置いたら、12センチのコットン糸で真ん中から少し左とその3センチ左の部分を結びます。ストラップ部分を持って毛糸が全体に覆いかぶさるようにします。先ほど結んだ位置に24センチのコットン糸を巻きつけて固定します。毛糸の束に厚紙を巻いてハサミで長さを揃えます。形を整えたら完成です。カバンにつけたり自分なりにアレンジしてみてください。